皆さん、アイラの悲劇にお付き合いくださりどうもありがとうございましたなのだ。結局アイラの悲劇の結末は歯がなくなっちゃったのだ。でも富士山じゃなくてちゃんとキッチンで落としたから残っているのだ。そういうわけでアイラの悲劇でしたが、これからもマロッピーズをどうぞよろしくお願いいたします。ではカッパを噛むのだ。あたちゃんに、あたせに、あ、取られた。やっぱり歯がない先輩には勝てなかったのだ。くそ、これも悲劇じゃねえか。